熊本地震犠牲者追悼式が執り行われるにあたり、政府を代表して謹んで追悼の言葉を申し上げます。震度7の地震が連続して発生し、ここ熊本県を中心に甚大な被害をもたらした熊本地震の発生から1年の歳月が経ちました。この地震により亡くなられた方々の無念さと、最愛の方を失われたご遺族の皆様の深い悲しみに思いをいたしますと、誠に痛恨の極みであり、哀戚の念に絶えません。ここに改めて中心より哀悼の意を捧げます。また被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。発災後、被災地を訪問した際、凄まじい地震の爪痕を目の当たりにし、被害の甚大さに言葉を失いました。避難所生活を送られている被災者の方々の大変なご苦労に接し、必ずやすべての被災者の方々が震災前の笑顔を取り戻し、安心して暮らせる町を作り上げる、そうした復興を成し遂げることを決意いたしました。これまでに地元の方々の大変なご努力、関係機関のご尽力、そして全国の方々からの温かいご支援により、復旧復興は一歩一歩前に進んでまいりました。しかし、いまだに4万7000人を超える方々が仮設住宅などで不自由な暮らしを余儀なくされています。地域産業の再生や道路などのインフラの復旧、そして熊本のシンボルである熊本城の復旧など、取り組むべき課題は数多く残っています。復旧・復興をできるだけ早く成し遂げることこそが、犠牲となられた方々の御霊に報いる道です。被災者の方々、お一人お一人のお気持ちに寄り添い、一日も早い生活の再建と、なりわいの再生、被災地の復興を実現するため、引き続き政府一丸となって全力で取り組んでまいります。また、熊本地震から得られた多くの貴重な教訓を踏まえて、災害対策の一層の充実を図り、災害に強い強靭な国づくりを進めていくことを、ここに固くお誓いいたします。御霊の永遠に安らかならんことを改めてお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様のご平安を心から祈念し、私の追悼の言葉といたします。平成29年4月14日内閣総理大臣安倍晋三。続きまして、ご遺族を代表いただきまして、お言葉を頂戴いたします。芽吹きとともに巡り来る春、一年で一番美しく穏やかな季節です。しかし、今日ここに集う私たちは、これからずっとこの季節を心の痛みとともに生きることになりました。今日4月14日、そして明後日4月16日が訪れるたびに、あの日の惨状が目に浮かび、何よりも愛する家族を失ったあの時を思い出し、深い悲しみの記憶に苛まれずにはいられません。地震から1年の節目となる今日、このように追悼の場を整えていただきましたことに、心から感謝申し上げ、遺族を代表いたしまして、ご挨拶を申し述べさせていただきます。私は1年前、
突然の大地震に着の身着のまま愛犬を連れ家族3人近くの駐車場に車で避難しました。先に来ていた顔見知りの方に、おばあちゃんは大丈夫？困ったら言うてよと口々に温かい声をかけてもらいました。心優しい隣人に囲まれた暮らしに感謝したことを思い出します。しかし16日の2度目の揺れで同じ場所に避難して夜を過ごすうちに、もともと寝たきりで弱っていた母の呼吸は浅くなり、夜明けを待って病院へ駆けつけた時にはもう医学の力で母をよみがえらせることはできませんでした。火葬場も被災しておりすぐには使えず、1週間の間母と我が家で心ゆくまで一緒に過ごせたことはせめてもの救いでした。私は母を見送り、次第に日々の暮らしが戻ってまいりますと、悲しみの中ではありますが、少しずつ地震が起きて得たものにも気づき始めました。商品が散乱した店をいち早く片付け、店に来る人に必要な品物を配っていらした方、家の前にうちは水が出ますのでトイレは自由にお使いくださいと立て札を立てられた方、お隣が高齢の方だから水汲みに行ったら必ず分けてあげるのとおっしゃる方、みんな大変な中で気遣いや手助けを始められ、それを続けていらっしゃる姿が目に留まるようになってきました。普段はあまり顔も見たことのないご近所の、そんな心温まる言葉やさりげない援助を知るうちに感謝の気持ちが芽生え、交流が始まるなど、いくつもの変化が少しずつ私の中に生まれました。悲しくつらい地震でしたが、周りの人の優しさは私の生活に希望の花を咲かせてくれました。私は花は咲くという歌が大好きです。大きな災害を体験して、あの歌の花は花は花は咲くというフレーズが胸に迫り、地震の後も変わりなく庭に咲く花を見ると、命の営みのたくましさと尊さに生きる力が湧いてきます。私の母は本当に無口で、人生の生き方や教訓めいたことを聞かされた記憶はありません。でも愚痴一つこぼさず黙々と家事をこなす小さな背中が、当たり前の日常のありがたさを教えてくれていたような気がします。庭の花はまるで母のようで、毎日私を温かく励ましてくれます。これまでもまたこれからも遺族として悲しみが言えることはありません。それでも多くの人に支えられてここまで来ました。本日の追悼式をきっかけに、私たち遺族が少しでも前を向いて元気に歩き出すことは、亡くなった方々の望みではないでしょうか。私自身も顔を上げて生きていきたいという思いで本日この場に立たせていただきました。悲しみを乗り越え、この辛さを心の糧として立ち上がる人が増えて、熊本が笑顔と活気にあふれるふるさとに再建されていくことを願い、私の挨拶といたします。平成29年4月14日遺族代表富永真由美。
長いご健勝をお祈り申し上げ、追悼の辞とさせていただきます。平成29年4月14日衆議院議員被害をもたらした平成28年熊本地震の発生から1年を迎えました。被災された皆様にお見舞い申し上げますとともに、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を。職員なんで、ごめんなさい。番号をつけております。この H というのは本丸という意味でございますけれども、本丸の446面のにある665番目の石ということで、一つ一つ管理をいたしまして、今後復旧する際にはですね、従前の写真がございました。そういう写真を参考にですね、位置を特定をいたしまして、その位置にですね丸っきり戻すというような作業をこれからやっておりまいります。最初番号をつけるのも最初大変ですよね。そうですね、場所、崩落した場所でですね、その場所で、番号をつけまして、記録を取ります。ここには2000個ぐらいの石垣がございまして、今後熊本城のですね、石垣を復旧するとすれば10万個ぐらいございますので、いりますので、使います。丸っきり使います。はい、使います。はい。大天守の方はほとんどございませんけど、小天守の方の破損の度合いというのはですね、大天守に比べると大きいと思います。建物自体は復旧に取り掛かっているものの、部分的にはやはり文化財である石垣というのをですね、復旧するたびにはそれなりの時間をかけてじっくりやらなきゃいけないということで、一遍に完成というのはなかなか難しい。後ろの方をずっとご覧いただきますとですね、この天守閣を巡る形で、シードがかけておりまして、ずっと亀裂が回っているということになります。いずれの建物も被災をいたしております。こういう状況を見ますとですね、やはり連続的に復旧工事が入ってまいりますので、創業しましても137年経つんですけども、はい、今回昭和49年作られたこのビルが被災を受けまして、はい、幸い16年前に耐震工事を行いまして、はい、ちょっと裏に建物の底に
補強、柏の補強をやっております。まあ、鏡でこう、あそこです。はい。という形で補強やりましたので、おかげさまで、建物の機械は大丈夫だったんですけど、このやっぱりグループ補助金も、活用されて、日が相当入りましたので、あそうですね、グループ補助金を、まあ、有効に利用させていただきます。はい。はい、本当は、助かっております。お店の方は、お客さんの方は、お客さんもですね、徐々に戻ってきております。そうですか。はい、大きなお店ですね。はい、まあ、古いものですから、はい、どうも皆さんこんにちは。忙しいですか？これがですね、これが耐震の柱になります。これフルート、これフルートですね。サンペって何でもあるんですね、はい、ここでドラム鳴らす。ドラム、あ、そう、ドラムあるんです。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、
今日は地震で被害がありまして、見た目以上にですね、困ってしまう方がいます。でも、グループロジェクトで制度を活用させていただいて、助かっています。でも、あれが手続きが結構ややこしかったもので、だいぶ簡素化になりましたけど、はい、まだまだ、朝日でややこしい。はい、まだ今ようやく急に入ったことで、まだまだ今からが町の工事がようやく始まったというね感じですけど、もう1年間このままやってますので、ようやくまだ1年間ようやく先月から始まりました。そうですか。はい、やっぱり業者となかなか手配がなかなかつかないですから、業者なんかも忙しくて、全国から応援に来ていただいてますけど、なかなかまだまだと思いますね。いや、あの山田は、でもああいうのを全部外して、やり替えてる途中の。今まで以上にまたいろいろ、しかし政府の方で応援をしていただきたいと助かりますから、本当にもうみんな助かります。はい、よろしくお願いします。総部さん、お疲れ様でした。どうも、はい、いいですね。
代表災害の脅威だけではありません。北朝鮮による核・ミサイル開発は深刻さを増し、南西方面では外国軍機による領空接近も増加しています。テロの脅威は世界に拡散し多様化しています。こうした現実から私たちは目を背けることはできません。日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しています。これが現実です。こうした現実のもと、今や諸国の日々の活動の全てが我が国の有機ない意思と能力を周辺諸国をはじめ世界に示すものであり、抑止力として大きな力となっています。我が国防衛上政策的に極めて重要な南西地域島嶼地域を管理する諸国の役割は一層重要性を増しています。諸国の活躍に最高力として大いに期待しています。いかなる力になっても国民の生命、財産、我が国の領土、領海、領空は断固として守り抜く、そして世界の平和安定に寄与する、それが諸国に与えられた責務であります。日本国民は常に自衛隊と共にあります。その誇りと自信を胸に通路の持ち場において果たすべき役割を全うしてほしいと思います。一人一人が与えられた任務の重要性と責任を自覚し、ますます精錬されることを切に望み、私の激励の言葉といたします。平成29年4月16日自衛隊最高司令官内閣総理大臣安倍晋三、あ、そうですか。どうぞ、どうぞ。どうぞ。こんにちは。白青麺所さんです。ラーメンですね。このラーメン絶品です。豚骨。あ、そう。ちょっと分かんない。いや、いいですよ。じゃあ、どうぞ。ありがとうございます。
ちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、ですよ。ずるい。はい、こんにちは。じゃあ、私もこっちは。はい。どうも。ありがとうございます。それではただいまから安倍総理と益城町仮設住宅団地の被災者の皆様との懇談会を始めます。はじめに安倍総理からご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは、安倍晋三です。皆さんこんにちは、安倍晋三でございます。熊本の大和の地震から1年がちょっと経ったわけでございます。皆様にとりましては大変な困難の中をですね、皆さん、過ごしてもらえたのかどうと、思います。まあ、未だに、皆様方をはじめ、4万7000名の方々が、困難な避難所でのですね、仮設住宅での、生活を余儀なくされているわけでございます。私どもとしても、まあ、そしてなりわいの最低の全力を尽くしているということで、ございますが、一日も早く高級的なお住まい、災害公営住宅をはじめとした高級的なですね、住まいの方を提供に向けてですね、県、そしてまた市長をはじめ皆様と、協力をしながら、進めていきたいと思っております。皆様方によりましても、慣れない場所などの、生活、こういう仮設での生活というのはいろいろご苦労もあるんだろうと思います。これも皆様方に寄り添いながら、コロナのケアも含めまして健康のケアしっかりとサポートしていきたいと思います。今日は、まあ、率直な皆様方のですね、お話を伺いたいのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。それでは被災者の皆様からお一方ずつご発言をお願いいたします。まず益城町仮設住宅自治会連合会の代表で、このテクノ仮設団地の自治会代表でもございます吉村静代様からお願いをいたします。本当に1年が経ちましたけれども、まだまだ大変な時期でございます。どうか国の皆様方がしっかりと益城町を見て、また熊本を見ていただくようにお願いいたします。で、私たち仮設は本当に東北地震から孤立化、孤独死ということをなくすために一生懸命みんなでやっているところですけれども、残念ながら前回、ちょっと益城の方も出てしまいましたけれども、私たちは一人一人が、生活の場としてこの仮設団地を、楽しく前向きな形でやっていこうと今頑張っているところでございますので、どうか、皆様方にも風化させることなくお願いいたします。ありがとうございました。次に池田正美様お願いいたします。栄築の池田でございます。それ様には今日はお忙しい中ありがとうございます。私の地区は、8畳1戸ございますけれども、78世帯入っております。皆さん元気で頑張っております。今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。続きまして矢野譲る様、三井区の自治会長をしております矢野でございます。もう本当早いもので、1年になりますけども、未だにですね、中にはそっと記憶を、あの時の記憶を特にこの4月になって思い出されている方もいらっしゃるかと思いますので、私どもも心のケアを重点に団地生活を
楽しくやっていくようなイベント等も企画しながら、またこの1年間を過ごしてまいりたいと思いますので、ご協力の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。続きまして三井秀子様お願いいたします。新興区の自治会長をしております三井です。まずもってお礼を言いたいんですけども、災害が発生してからですね、皆様方にご支援いただいた多くの県の皆様方が本当にあっという間に熊本に入っていただいて、今まで自分たちが災害を経験したことがなかったのでですね、やっぱこういうところのすごさ、ボランティアの方々のすごさというとも実感させていただきました。国とか県とかも早急にご支援いただいたと思っております。で皆様方もやっぱり1年間という中でですね、安心できるような暮らしがっていうのがまだまだちょっと実感的に湧いてこられない方もいらっしゃると思いますので、引き続き復興住宅とかですね、皆様方の安心した生活ができるような支援の場をまたお願いできたらと思っております。どうもありがとうございました。続きまして真田昇様お願いします。本日はありがとうございます。定地区の、自治会長とかなんかじゃない 一住民ですけども、この4月からですね、今は仮設ですけども元の住宅の行政区の区長をですねやってくれということで、およそ20分ぐらいかけてほとんど毎日自宅に残って頑張っている方々のですね励ましとか支援物資をですね届けていって、みんなで頑張ろうということをですね、その気持ちを伝えながら毎日、4月になってそんなに日はありませんけども、これからもっと頑張る場合ということでですね一生懸命やっております。頑張ります。どうもありがとうございました。続きましてこの仮設団地で、皆様方の見守りや、コミュニティ支援活動、地域支えセンターのスタッフとして支えていただいておりますキャンナス熊本の山本千恵子様にお願いをいたします。本日はありがとうございます。益城町社協の委託を受けまして地域支えセンターとしてこの仮設団地の住民の皆様の生活のサポートそして健康面のサポートを中心に活動させていただいております。皆さん仮設住宅に入られましてから約半年が経とうとしております。で少しですね生活に慣れてこられたところではあるかと思うんですけれども、やはり1年という節目が回りましてまだまだかなという印象を受けております。で今から復興公営住宅ができまして、そこから皆さん再建に向かわれてそれぞれが戦われて今から行くんだと思うんですけれども、それぞれすぐに再建できる方できない方こうやって二極化が進んでいくのだと思っております。再建できない方に対して のサポートもですねこれから少しずつ力を入れていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは少し時間をいただきましてこれから意見交換を行っていただきたいと思います。どなたからでも結構でございますのでお願い申し上げます。そろそろ機会ですか。右の、三井さんも言われましたけども、この地震で、被害に遭った地域日本全国からですねボランティアで来ていただきまして、それが さも当然のようにですねさも当然のようにですね、地
支援活動に来ていただきまして、さらに一段落したら、具体的には教頭の大学生でしたけども、ヒッチハイクでわざわざ益城町まで来て、その後の自分たちが応援した家族、あるいはお店、道路、そこら辺を確認に来ましたって言って、つい最近春休みにですね来ていただいて、この気持ちっていうのはもうものすごく大事だと思うんです。それをやっぱ目に当たりした時に、自分もいつかはそういうどこのどなたに恩返しするのかわからないけども、やっていこうかな、日本人だなと思いました。だからぜひですね、こういうこと部分へ の例えば特定営利法人 NPO とかですね、そこら辺あたりのこう組織の確立、あるいは充実、補助、援助をお願いしたいなと思います。以上です。私たちの場合はですね、阪神淡路から、そして東日本へとバトンを受け取ったんだということで、東日本の皆様方が熊本へバトンを私に来てくださったんですね。それは何かというと、被災者だから分かるいろんな思い、それをしっかりと熊本につないで、そして熊本から次には起こってはならないんでしょうけど、起こった時は熊本がしっかりとバトンを渡してくださいねということで、今も東日本の方から、仮設に入っている方たち、復興住宅に入っている方たちからいろんな支援を受けております。それは本当に日本人として嬉しいことだなと思ってますので、この気持ちをですね、やっぱり大事にしていくような、そういう世の中にしていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。すみません、私の方からですね、ちょっとお願いと言いますか、復興住宅とか、まあ事故で再建される方いらっしゃるかと思うんですが、もう一つアパート、相当のアパートが倒壊しています。で、今後そのアパートの家主さんたちが実際また建てられるのかっていうのがあると思うんですね。で、高齢の方たちになってくると、もうアパート経営はもうやめようっていう方が相当数いらっしゃると思います。で、そういう今までアパートに入っていらっしゃった方たちも結構この仮設の方に入ってられますので、その方たちがアパートがなくなってしまうと、この益城町から出ていかざるを得ないという問題もあると思います。ここを少し、なんか女性的なやつがその大家さんたちの方にもしていただけたら、いや、もし頑張ってみようということで、益城町の方にその住人さんたちが残っていただけるかと思いますので、その点も少しご含みいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくございますでしょうか。社長か。今のアパートの件ですね、こちらについてもなかなか熊本の場合が保険に入っていらっしゃらない方も非常に多かったということで、アパートについてもそこを入られている方については災害公営住宅ですね、ここあたりを今アンケートを取って入れるような状況はにしているところではあります。で、しっかりアパートの家主さんの皆さんともですね、そういったお話もしっかり聞きながらまた今後対応していきたいと思いますので、よろしくお願いします。熊本県の方では今3つの方向で進んでいます。まず身近な被災者、仮設住宅でおられる方、その方々の方々に寄り添ってですね、被災者支援をしていきたい。だから先ほど孤独死の問題が出ましたけれども、それを含めてみんな地域全部で支えられないかというのが一つの方法。2番目はですね、次の住み住居の話が一番大事ですので、3つのレベルで、もちろん多くの方々が自分の自力で家を建てられるでしょう。そこまでちょっとお金がないなと思う方には、ここにあるような復興住宅、熊本型の復興住宅で1000万円ぐらいで建てられる。
それでも無理だなと思う方には災害公営住宅をですね提供する。これ市町村が主事になってやっておっしゃいますので、なるべく早くその選択肢を用意してくださいと。そうすることによって早く移行できるなということです。それからもう一つはもっと大きな将来的なテーマでありますけれども、創造的復興という形でこれから空港を含めて港もそうですけれども、より将来の発展に向けたそういうものをやっていきたいと、創造的復興をやっていきたいと。一番身近なところ、それから2番目の2年間の課題、それで将来の課題という形で今進めておりますので、ぜひご支援お願いしたいと思います。先ほどの震災の経験を阪神・淡路、そして東日本大震災と、また熊本の熊本県、そして大分県 の, です、ね、の震災の経験をしっかり防災に生かしながら、またもし万が一発災がした場合にはですね、今回の被災の経験を生かして、より早い復興に生かしていきたいという話を伺いました。大変、大切なことだと思いますので、我々も今回の災害対応を受けましても、阪神・淡路大震災と東日本大震災の時の研究を生かしながら対応したところでございまして、例えば自衛隊の投入につきましても、初期にも大規模の投入を行いました。徐々に増やしていくというのではなくて、一番最初に大きく投入をいたしました。その際も、陸上自衛隊や海上自衛隊や航空自衛隊がこの、連携しながら対応するということと、また警察や消防とも連携をしながら、そして県、町、特にが、一体となって対応しているようなところでございます。そして我々はこうした震災の経験を生かしていくということについては、今、世界にですね、私たちの知見を生かしていきたいと思っておりまして、仙台で国際防災会議がございまして、世界中の国々からですね、たくさんの閣僚で皆さんが参加をしていただきまして、やはり防災というものをですね、中心にいろんな開発とも考えていこうという、考え方を変えていく、政策をですね、変えていくということを訴えてきたわけでありまして、いわば防災を主流化していくということであります。アフリカやアジアとの開発や国づくりを進めていく上においても、重要な、考え方の一つになってきたわけでございます。それでもしっかりとですね、そうした体験や経験を日本のみならず世界でも共有していきたいと思っております。また、今回の東日本大震災でも、あるいは、阪神・淡路大震災の時からこれがスタートしたと言ってもいいんですが、多くのボランティアの皆さんにですね参加をしていただいたわけでありますが、ボランティアの皆様のですね、全員がしっかり生かされるような、対応を今回も行ったわけでありまして、ボランティアの方の中にも、経験を積んでおられる方と、そうでない方がおられるわけです。経験を積んだ方には、経験を生かして、やっていただいていると。初めての方はですね、やはりある程度 の, この初期の、指導がですね、県や町にもですね、指導して、対応しながら、この、皆さんのですね、全員、力を生かしていくということが、今回少しはできたのではないのかなと思っております。また、若いボランティアの皆さんのですね、このネットワークを生かしてですね、この方、さまざまな、ネットをですね、SNS を活用して、彼らは、むしろ、我々、行政よりももっと活用してですね、情報を集めてくる力がございますので、それを、我々、自治体役員にもですね、と連携しながら、今回は、対応を初めて、行いました。それなりの成果を超えたのではないと思いますが、そうしたものもですね、生かしながら、次なるこの震災、等の戦災にですね、備えていきたいと。こうしたノウハウを、大変つらい経験ではあったんですが、そういうつらい経験をですね、生かして、できるだけ、この被害がないように、また発災をしてもですね、ちょっとだけです、ね、苦しむ期間が離らないように、困難な期間が短くて済むようにですね、あるいはまた、この発災後にですね、二次的なこの災害が起こらないように、我々もですね、備えていきたいと思っています。また住まいの復興は極めて重要だろうと思います。
からも、また町長からもですね、ご紹介がございました。今、その仮設の生活の中で大変なご苦労が多いと思いますが、冒頭お話をさせていただきましたように、恒久的なお住まいで移っていただく上においてですね、それぞれの皆さんのご事情があるんだろうと思います。公住宅あるいはまた災害公営住宅等々の面にもですね、このそれぞれの皆様方にの日常に合わせたこの、皆様方にですね、選んでいただけるようなメニューをしっかりとご説明をさせていただけるような体制を作っていきたいと思っております。またアパート等の問題についてお話がございました。我々もそういう事情等をですね、しっかりと組みながら対応を考えていきたいと思います。また町長、この災害公営住宅等の場所については、この町の中で確保は。そうですね、各公営区に一つずつ、今、アンケートの特典でですね、各公区に5公区あるんですが、そこに全部作るような環境で考えております。で、約300個。で、全て要望される分はもう用意したいということで考えています。町長もですね、なるべく益城に、もともと住んでおられた益城に住みたいという、皆さんにとってですね、また益城で恒久的な住まいに移っていただけるように我々も協力をしていきたいと思います。すいません、気になりました。すいません、私たちは、益城中央小学校という体育館の中で4ヶ月間避難所生活したんですね。その中で気づいたことは、避難所がだいたい小学校の体育館になってますので100人、200人、300人というふうに、入ってくるんですね。そうすれば行政マンの方たちがどうしても10人、20人の方たちが張り付かなければならない。そういうを考えたときに、地域コミュニティがしっかりしていれば、そして公民館がきっちりと耐震構造ができていれば、そのまんま移行できる。そういうことになれば、行政マンも張り付く必要はないというふうにすごく感じましたので、これからの、避難所の在り方、建設の在り方ということを、もう少しこう身近なところで、できるような形で建設していただけたらありがたいなというふうに感じましたので、よろしくお願いいたします。それでは点の時間も参りましたので、これで意見交換を終了させていただきます。それでは安倍総理と益城町仮設住宅団地の被災者の皆様との懇談会を終了いたします。総理、恐れ入ります。皆様の集合写真を撮らせていただいてよろしくお願いします。はい、します。3、はい、続けます。3、はい、カメラ変えます。こちらでもう1枚お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。質問の話地震からちょうど1年となりました。はい、発災から1年経過したことに対する受け止めをお願いします。はい、また、今日の視察の感想とそこで感じた課題、そして今後ですね、政府として復興に向けて財政的な面も含めてどのように取り組んでいきたいかお考えをお聞かせください。はい、まず犠牲となられた、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りをしたいと思います。そして被災された方々、すべての方々のに対しまして、お見舞いを申し上げたいと思います。ただいまこの益城町の仮設住宅にお住まいの皆様からお話を伺いました。まず皆様がおっしゃったのはですね、被災した際に多くのボランティアの方々が日本中からですね、足を運んでいただき大変助けられたと、そして勇気づけられる思いだったということを語っておりました。それと同時に発災から1年が経過をし、一日も早く安心して住める恒久的な住まいに移りたいという話を
伺い、またそれぞれの皆様のこの事情に状況に合わせたですね対応を取ってもらいたいというお話を伺いました。まあ、国としても町そして県と協力をしながら災害公営住宅あるいは復興住宅等のですねこの建設を進めてそれぞれの事情に合ったこの恒久的な住まいにこの合わせてですね移れるようなこのにしていくためにですね力を尽くしていきたいとこう思っております。また先ほど熊本市におきまして上通り商店街を視察をいたしました。被災した直後にもですね視察をさせていただいたわけでございますが今回商店街を視察をさせていただきましてグループ補助金等を活用しながらですねとにかくさらに頑張っていこうというふう力を合わせてにぎわいを取り戻していこうという皆様の意欲を本当に感じることができました。我々もそうした皆さんの意欲に応えてですねもうだいぶにぎわいを取り戻していますがもう発災以前以上にですねにぎわいをこの取り戻しそしてかつ新しいこの目標を立てられるようにですね協力をしていきたいとこう思っています。また熊本城のですね再建現場もですね視察をしたところでありますが熊本城は何といっても熊本県のシンボルでありそして観光の拠点といってもいいんだろうと思います。熊本の皆様にとりましても一日も早いこの熊本城の復旧を望んでおられると思っています。今年度中にですね復旧基本計画を策定をしていくということでありますが国としてもですねこの策定に向けて協力をして支援をしてまいりますしまた財政面においてもですね熊本城のですね復旧にの復旧の支援をしていきたいと思っております。今後ともですね被災をされた皆様方に対しまして心のケア心身のケアをはじめそして住まいなりわいの復旧に向けてできることはすべてやるという基本的な考え方のもとにですね支援をしてまいります。はい、ありがとうございました。熊本日日新聞です。一つお聞かせください。仮設住宅で暮らしている4万7千人 の被災者の生活支援についてなんですが、先ほども聞かれたように3月孤独死が発生しました。これから被災者の見守りでありますとか生活再建の支援の体制強化というのは不可欠な状況になっています。政府としてどのような対応姿勢で臨まれるのか一言お答えください。はい、被災された皆様、特にですね、仮設住宅等においてですね大変不自由な生活を余儀なくされている皆様方にですね対しましては皆様の気持ちに寄り添いながら対応していくことがとっても大切だと考えています。その意味におきましては心のケアそして心身のケア見守りを行っていくそしてさまざまなこの事情に対しましてですねその事情に合わせて対応していくことが大切だろうと思います。まず大切なことはですねそうした皆様方の要望を常にですねお伺いをしそして町県国が力を合わせて何ができるかということを対応していくことが大切だろうと思っております。先ほど申し上げましたように被災された皆様の気持ちに寄り添いながらしっかりとサポートしていきたいと思っています。ありがとうございました。